皆さんこんにちは、風薫です。今日もミュージックパフェをご覧いただいてありがとうございます。今回のミュージックパフェ第17回は、先日1月27日に北九州市小倉のミュージッククロスさんで開催いたしました全日本シャンソンポピュレールコンクール九州大会代表ライブ、この模様をお送りしたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。その前がですね、日本アマチュアシャンソンコンクールというので、33年の歴史あるこのコンクールではございましたが、ちょっと神戸市の都合により、残念ながら一時中断いたしておりました。そして、たまたま私が、2016年、7年ぐらいですかね、ちょっと新しい感じで、ちょっとオーディションをして、そしてそれに選ばれた方をより素敵な歌を歌っていただきたいという思いで、コンテスト式に始めましたところ、とても神戸市の、文化振興財団の理事長さんがご覧になりまして、こんなにコンクールが、なんて言いますか、ショーアップされたコンクールは初めてだというので、またぜひなんとか今までのこのアマチュアシャンソンコンクールも、なんとか続けてくれないかという、本当にご依頼があり、ちょっと悩んだんですけれども、実は今も申しましたけども、コンクールっていうね、私はあまり好きじゃなく、こうね、音楽っていうのは本当に楽しむというね、ことですから、戦うっていうのをね、点数つけるっていうのは本当に辛いことなもので、いつもみんな楽しく歌っていただきたいという思いがありましたので、コンクールはどうしようかと思ったんですが、やはりそのコンクールを機に、プロになっていた方々、今大活躍も、ね、されている方々もたくさんいらっしゃるので、これはなんとか神戸で私もお世話になっているので、こう続けていかなくてはという思いで、続けてまいりました。でやっと、今年で7回目を迎えるんですが、ちょうどこの日本アマチュアシャンソンコンクールから、40周年という記念の年になりました。そこでせっかくでしたら、もうね、皆さん代表に選ばれた方々のコンサートをなんとかできないものかという思いで、こうやって初めてすることになりました。やはりすごくもう皆さんリハーサルの時からすごいこう熱で熱が出たんじゃないですけどね、本当にもう本番さながらで、練習されておりましたけれども、そのリハーサルをよりこの本番で、生かしていただきたいと思います。それでは、ね、皆さんお一人ずつ自己紹介などもしながら、受賞された曲やら、代表に選ばれたシャンソンポピュレールの曲を歌っていただきたいと思います。はい、その前に、それでは今日の素晴らしいピアノで私たちをね、しっかりと支えてくださいます、京都から参りましたイケメンおじさん中村力さんです。ということで、またね、素晴らしいピアノもお楽しみいただきたいと思います。ではどうぞ最後までどうぞごゆっくりお付き合いくださいませ。皆様こんにちは、こんにちは。昨日ですね、愛媛の松山から、はい、松山から初めて小倉に来たんですけれども、着いたのが1時ぐらいだったんで
ですね。でホテルに入るのが3時だったので、2時間どっかで遊んできてくださいみたいな感じだったので、ちょっとその辺を散策して、で今朝もちょっとお散歩したんですけど、とってもね素敵な小倉って街だなってそんな風に思いました。私はごめんなさい、富永かすみと申します。よろしくお願いします。シャンソンコンクールは私は去年初めてのトライだったんですね。でもうなんかドキドキしながら福岡の九州大会に出て、それで今日こうしてご縁をいただいて歌わせていただくんですけれども、シャンソンのコンクールの素晴らしさというのはですね、歌を、競うとかではなくて、人と人とがまた出会うつながりができるというそういうことだと思うんですね。で去年のコンクールで何人もそのお友達ができました。だから私はやっぱり人との出会いは宝だなと思って、そんなことを思いながら新幹線に乗ってとっても楽しみに今日のステージを来ました。コンクールで歌いましたミスターサマーファン聴いてください。仕事しておりまして、それを辞めて何をやるかなと
というところから歌のちょっとやってみようかなということになって今に至ってるんですけれども、最初はシャンソンとか、シャンソンっていう感じで、まあ、偏見ですね、簡単に言うと、あまり知らないくせにそんな感じだったんですね。ところが、まあ、いろんな歌に接している道に、まあ素敵、まあ素敵と、素敵な歌に次々と巡り合うことができまして、それでどんどんと深みにはまって現在に至っております。で、コンクールも先ほどの方は初めてポピュレードの方にはとおっしゃいましたが、私は何度も挑戦しておりまして、一度も拾っていただけなくて、2023年初めて九州代表に選んでいただいて、頑張ってやってくれば、まあ、少しはいいこともあるもんだなと思っているところですので、皆さんもぜひ そちらにもチラシが入っておりますので、どうぞ挑戦なさってみてください。歌を愛する心があればなんとかなるもんです。で、そんな中で出会ったこの曲、愛しかない時という曲なんですけど、ジャック・ブレルという方が作られた曲なんですけれども、1958年に7年か8年に作られたんですけれども、それから何十年も経っていてもまだまだこの歌がなんていうか、こう歌う必要があるというかね、そういう社会状況がちょっと何やってんだか人間はってちょっと思いますけれども、でも希望は捨てたくないので、この歌を私はこの数年ずっと歌っています。そして、まあ、コンクールでも選んでいただきましたので、ここに皆さんにももちろん聴いていただきたいですし、他にもですね、世界に向かってちょっと話は大きいですがね、この気持ちをみんな思い出して、そしてなんとかいい方向に向かっていけるようにみんなで頑張りましょうという、そんな気持ちを込めて歌いたいと思います。愛しかない時、平和のために、ただ奪われた。
10年ほどになるんですけれども、じゃあそれまでは何をしてたかっていうと、私はね、全然畑違い の, スポーツマンで、スポーツウーマンですかね。中高はバレーボールをやっておりまして、高校卒業してからは想定って分かりますか、ボート、これで国体に何度か出たことがあります。子供が巣立って、これからなんかずっと続けられる趣味をなんかしたいなって思ってた時に、行きつけの美容室の方でシャンソンって素敵よっていうお話を何度も聞いて、どういうのかな、音楽好きだしなって思ってたら、熊本 の, 堀先生っていらっしゃるんですけど、堀教室っていうところのチラシを見て、でそれでシャンソンを始めたのがちょうど10年前になります。それまではそうですね、ランチとかそういうのでお話ししたりとか、なんかそういう楽しみをすることがまずなかったんですけれども、このシャンソンを始めたことでシャンソンの仲間の人たちといろんなところに遊びに行ったりとか、いろんな話をしたりとか、もうすごく私の人生観が変わった感じです。2022年に代表に選ばれました悲しみのベニス、よろしくお願いします。
あのチラシではあのミュージカルアニーのようなのカツラをかぶっているようにして写ってますけれど、あの今のこの髪はカツラではございませんあの小さい時からとても大好きだった岸井ゆう子が歌っていましたケセラを歌わせていただきます。ケセラっていうのはあのアメリカにもケセラセラってありますけれどね、これはイタリアの方で、あの人生どんなことがもう思いがけないことがあるけれど生きていくさっていう力、あのだんだん力強い人生を乗り越えていくというような歌を岩谷時子さんが訳してくださいました。ではあの伊藤久美子です。あのケセラセラあケセラをお聴きくださいませ。九州代表の皆さん、今日はお疲れ様でした。はい、素敵な歌をありがとうございました。それではね、お一人ずつ感想などをお聞きしたいと思いますが、まずは富永かすみさんからお願いします。お疲れ様でした。とても楽しくて、あのまた本当に楽屋も楽しくて、またステージも楽しくて、もう本当に素敵な一日になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。いかがでしたか、あのこれからの目標とか、はい、あの本当に皆さんの歌を聞いてとても刺激をいただいて、でまた風先生の素敵なステージを、うん、あの本当に見て、歌っていうのは本当に素敵だなと改めてまた思ったので、また精進して、うん、あの頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、続いて酒井孝子さん。最後の高森の高でございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いろいろお世話になりました、このコンサートはあのコンクールで代表に選ばれた人たち、それから受賞された人たちっていうくくりであの開催されて、それに、まあ、応募させてもらって参加させていただいて、めったにない機会だったなと思っています。どうしてもあの私はあの教室とかに属してなくてやってるので、こう独りよがりになってしまうところがとってもあると思うんですね。それであのこんな風にしていろんな方の歌を聴いたり楽屋でお話をしたりすることで刺激をもらって、それでまた頑張ろうかなという気持ちになることができました。参加させていただいてありがとうございました。皆さんもありがとうございました。素敵な、ね、お仲間できてよかったですね。ありがとうございました。はい、では続いて大塚恵美子さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私はあの発表会とかあと交流ライブとか あの大人数のライブは参加したことがあったんですけれども、今回あのちょっとあのこういう形のライブ初めて参加させていただいて、はい、あの客席の方もすごく近くて緊張もしましたけど、あのなんとか歌うことができました。あの代表になった時はちょっと神戸でもう足が震えてガタガタになってしまって自分の歌が歌えなかったんですけど、今回あの皆さんがすごく楽屋でもすごく楽しかったんですけど、そういう雰囲気もあってリラックスして楽しく参加させていただきました。またぜひこういう機会があったら参加したいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そして続いて伊藤久美子さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。あの初めてあの風カードさんからあの電話いただいた時もうびっくりしまして、であのあそっか1月27日だったら。あのお客さんが寒くて来ないから出る人いないんだろうなというふうに受け止めてでもあのとても嬉しくってもう2つ返事でこのお話をいただきました、はい、するとあのチラシが立派なチラシで、あの全国大会出た方たちのみたいな、あこれは責任重大だっていうことで、またあのコンクールと違って練習の仕方がまた変わってきたような気がします、はい、コンクールの時はもう硬いつぼみが開こう開こうとするような努力で、そしてあの今回こういう会をいただいたらパーッとこう開きやすいように、あの風薫さんが雰囲気、そしてここの社長さんもあの整えてくださいまして、音響も良くてもうまるであの気持ちよく花開くことができて、あとあのそれから種がまけるといいなって思いながら本当に感謝しております。今日はとても幸せな一日でした。ありがとうございました。またねこんな機会をぜひ、皆さんねと共に作っていければと思います。今日はゆっくりお休みください。お疲れ様でした。ありがとうございました。筑豊田川からやってまいりました市原と申します。私がシャンソンを始めたきっかけはひょんなことなんです。あの地域のサークルのお世話とかをずっとしてましたので、ある日受付を頼まれて、田川市の文化センターに行ったんです。そしたら先にも来てた人が受付にお二人いまして、今日はよろしくお願いしますと言ったら、二人ともですね、私をセミに例えるならお二人は杉の木のようにそーっと背の高い素敵な方だったんです。ジーンズでしゃれててですね、であのその最後にあのお別れする時に、私たちねシャンソンやってるのよって言ったんです。それからシャンソンは憧れになりました。で私ももう随分長いことシャンソンやってます。でも大好きです。歌も詩もいつも私を魅了してくれます。今日今から街を歌います。
を今日もただ一人私を始めたんですけど、まあでも本当はねちょっとさまよってるんです。シャンソンを始めたのは2017年の秋です。で2018年ですか、コンクール応募しました。当時私はシャンソンといえば愛の賛歌しか知りませんでしたので、コンクールで愛の賛歌を歌いました。そしたらね、あなたね愛の賛歌なんて三輪明宏さんだったんだからあなたが歌うんじゃないのよみたいなことを言われまして、あそうなんだみたいに思いましたけれども、でその時にねでも言われたんですよ。歌い方はピアフみたいだけどそれはあなたの歌ではない。いやそれね10年20年歌った人ならいいけど私まで去年始めたばっかりなのにそんな言われたって分かりませんってその時も思ったんですけど、そう言われたことがずっと頭にあって、あ
あ、じゃあ私はどんな風な歌を歌えばいいのかなっていうのの、ちょっとかっこいいね、模索し続けてる、そんな感じなんですけれども、コンクールは2018年に、神戸に行きまして、2019年はまた落っこちまして、2020年に行って、21年に落っこちて、22年に忘れましたけどとにかく3回あの神戸の方に行ったんですね。神戸行くのも結構なんか交通費とかかかるじゃないですか。で去年行く時のもお金なくて、衣装どうしようと思って、衣装ないからちょっとここの、 リゴホテルさんのカーテンちょっと借りてこれで作ろうかと思って、その辺ちょっと今私が切ったところが抜けてるかと思うんですけど、ピアノで隠してね、アコーディオン弾き、街角に立つ私は売れっ子、ひいきの客もついて稼ぎは上々、仕事が終われば今度は私は小さな夢を見に行くのさ、ダンスホールのアコーディオン弾き、小柄な男さ、弾くのはシャワー、耳を澄ませうっとり聞く、踊り場には目もくれず滑るようなその指先、注ぐ熱い眼差し、つま先から頭の先まで震えは止まらず、我を忘れ歌いたくなる、しびれるジャパンのミュージカル。街角に立つ私は売れっ子、アコーディオン弾きは兵隊に行った、戦争が終われば今度は二人で小さな店を持とうと言った、彼がオーナーで私はレジ、毎晩店で弾くのはシャワー、耳を澄ませば聞こえてくる、まるで彼がいるように滑るようなその指先、注ぐ熱い眼差し、つま先から頭の先まで吠えは止まらず、我を忘れ泣きたくなる、しびれるジャパンのミュージカル。街角に立つ私は一人、アコーディオン弾きは帰らぬ人に、お客は誰も寄りつきゃしないし、小さな夢は破れたのさ、ダンスホールのアコーディオン弾き、知らないやつを弾いてるシャワー、耳を澄ませば目を閉じれば、つま先から頭の先まで吠えは止まらず、I'm losing her.
皆様こんにちは、柳瀬美穂と申します。私の今から歌います黒い和紙という曲なんですけれども、この曲はですね、2023年本当に幸せなことにシャンソンポピュレールコンクールでファイナルに出場させていただいて奨励賞を、ね、頂戴することができたんですが、それまで何年も大好きで、自分のライブとかちょっとコンサートとかそういうところに歌ったりしてきた大切な曲なんです。最初に知ったのは原曲のバルバラさんのものではなく、日本語の訳詞の黒い和紙だったんですけど、バルバラさんの黒い和紙、それからこのファイナルコンクールの時はその後にコンサートがあって、神戸でですね、とても素敵なコンサートをリハーサルの時も私たち出場者も見せていただいたんですけど、アンヌ・リーズさんという素敵な歌手がフランスから来てくださって、その黒い和紙をですね歌われたんですよ。で、自分が翌日歌うから緊張するから聞くのやめようかなと思ったんですけど、やはり聞いてよかったな、一丁の価値がある素晴らしい黒い和紙。私もですね、そのような自分の歌になっていくように、これからももっと努力をして歌い込んでいければなと思います。ではお聴きください、黒い和紙。いつか忘れたけど、ある日目が覚めると、大きな空が裂けて、黒いワシが飛んできた。雲へ翼を広げて、空へ丸い輪をかき、羽の音も重く、私のそば降りてきたの。わしの瞳はルビー、二つの翼黒く、王子様のようなマントつけて降りてきたの。忘れたけど。
皆さんお疲れ様でした。はい、まだ緊張してますか？ね、無事に、今日はね、皆さんたくさんのお客様をお越しいただいて、皆さん素敵な歌を歌っていただきましてありがとうございました。それではですね、このお三方はファイナルで、受賞された3人の方なんですが、まずは市原雅子さん、2022年度の特別賞を受賞されました。どうでした？今日はいかがでしたか？お疲れ様でした。例年よりも歌詞の飛ばないかというのがものすごく心配になりました。それは年齢なのかなとか思いながら今日は参加ドキドキしながら参加しました。でも一緒に参加されている方、さすがここまで来る方たちが皆さんしっかり歌を捉えてあるし、声もよく出てるし、今日はとても勉強になったと思っています。これから先のすごく参考になるシーンがいっぱいあったような気がします。はい、ありがとうございました。もうとてもやっぱりね、味が終わりでしたよ。本当に素敵でした。はい、じゃあまた、ね、よろしくお願いします。はい、では続いて昨年度、2023年度の奨励賞を受賞されました、柳瀬美穂さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。奨励賞という賞をいただくことができまして、でも昨年 の2023年まではセミファイナルという段階までは何度か行かせていただいたんですけど、そこから先がなかなか進むことができなかったので、一番大好きなですね、黒いわしという曲でファイナルに進ませていただいたこと、そしてこのような場で歌わせていただいたことを本当に感謝しております。今後の何か活動とか目標とかございますか？はい、今まで歌ってきた曲とですね、また違うタイプの曲なども挑戦していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、では最後は、カレン・キスギさん、お疲れ様でした。カレンさんは2019年と2021年で奨励賞を受賞され、昨年の2023年では、特別賞を受賞されました。おめでとうございます。お疲れ様でした。どうぞ何か、はい、感想など。そうですね、なんか賞を最初に賞をもらった時っていうのがやっぱりまだ歌始めて間もなかったこともあったのか、あまりこう気にしてなかったんですけれども、その回数を重ねるにつれてですね、やっぱり自分の歌っていうのがその賞に見合っているのかっていうのをすごく考えるようになって、プレッシャーになりますね。やっぱり自分がこの日頃歌ってるのが果たしてその値打ちがあるのかっていうのをいつもこう自問自答させられるっていう、そういうプレッシャーにずっと、まあ、でもそれはなんか自分の歌うことに関しては良かったのかなと思います。やっぱりそういうふうなことを考えながら何年かずっとこうやってこれたので、まあ、少し自分のプラスになったのかなと思います。で、最近はその、まあ、うまく歌おうというよりはなんか自分の世界観をちょっと出していこうかなというふうな考えで歌っています。はい、ありがとうございます。はい、また皆さんね、活躍を、楽しみにしております。またね、次回をまたこういうのライブをやっていきたいと思いますので、はい、本当に今日はありがとうございました。お疲れ様でした。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、代表に選ばれた方、去年の、ね、9月以来、もしくは、おとどしぐらい、本当に2年ほど、こうやって歌聴かせていただかなかったんですけれども、とてもやはり表現力がすごくアップされたなっていうのを改めて感じました。いつまでこれを続けようかなと、このコンクールを続けようかなといつも毎年思いながら、今年で、ね、7回目を迎えましたけれども、やはり皆さんのこの、熱い思い、
なのでそのレベルアップのことを考えますと頑張って続けていかないといけないなっていうのを改めて、感じたいと思います。皆さんも今日もし私も挑戦してみたいなと思われる方ほど、先ほどもねどなたかおっしゃってましたがぜひ、2月から、まずは音源審査、を行いましてそして、地区大会があり全ファイナルがありそしてファイナルという、この1曲を本当に半年かけてじっくり、皆さんやっぱり練習されるということがすごくレベルアップになることなんだなというのが本当につくづく思いました。はい、ということで私もなんか皆さんのすごい本気のその後に私もちょっと緊張したりしてますけれども、はい、ということで今日はねお二人出れなかったので私もちょっと 3曲ほどちょっと歌わせていただきます。ではまずはサンジェルマンにおいでよからお聴きください。店にみんなで集まり哲学の議論さ楽器が音が鳴り立て青春の爆発だタバコは黙々気分は最高想像力のないやつは家に引っ込んでやりにアドリブ聞かせる若者たちもたまりません。サンジェルマン、シャバダバッティ、おいでよ、アサンジェルマン。しゃべって、笑って、歌って、踊ろう、酔いしれるひととき、青春に乾杯。二十歳の頃は、苦しい時間に、今を生きるのさ、人生に乾杯。今この瞬間に青春に乾杯。アサンジェルマン、サンジェルマン、おいでよ、アサンジェルマン。人生を、過ごした方なんですけれども、きっと私はいつも思うんですが、あ、この歌が一番エディト・ピアフってこういう面を二面性を持った人なんじゃないかなっていうのがぴったりだなと思う歌の一つです。美しい恋の物語。あなたなんか忘れたいの闇の中に破ったのはあなた。
私もあの阪神淡路大震災で経験しましたので、もう自宅も、仕事場も全壊して大変な思いをしたので、もう本当にあのテレビ見てますと心が痛むんですけれども、いろいろなことが本当に人生の中でありますけれど、時というのはある時は残酷にクールに絶対止まることなく刻んでいくんですけれども、それぞれの人生を皆様も一度振り返っていただければと思います。目をつぶって聞いていただければ幸いです。時は過ぎていく。
溺れているうちに時は儚く過ぎてゆく。お前は可愛い、あの言葉もあなたさえも今は遠い夢、眠ってる間に歌ってる自由な時は行ってしまった。戦いの中傷つきながら時は時は今も過ぎてゆく。それでも私は歌に生きる。それでも私は愛に生きる。私は歌う、あなたのために時は時はあまり短い。眠ってる間に夢見てる間に歌ってる間に時は過ぎてゆく。一日本当に悔いのないように、ね、大切に生きていきたいと思います。時は過ぎていく、最後にお聞きいただきました。はい、それではもう一度、ね、今日の出演者の皆さん、はい、代表九州代表の皆さんたちどうぞお聞きください。ありがとうございました。素晴らしい演奏をお聞きいただきました。ありがとうございました。またね、挑戦者で、また、そして、また、こうやって、また第2弾も、3弾も、ずっとやっていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、応援してください。どうもありがとうございました。それでは、最後に、シャンプーでお別れしたいと思います。ご存知の方、どうぞ、ラララで結構ですので、お願いいたします。では、シャンプー。
皆さん、今日もミュージックカフェお楽しみいただけましたでしょうか。そして最後は4月の29日仙台で開催されます東北大会代表者ライブ、少し日が空きますけれども、そちらの方もお楽しみにお待ちください。日仏友好シャンソン架け橋からのご案内です。全日本シャンソンポピュレールコンクール2024、今年は日本アマチュアシャンソンコンクールから40周年を迎えます。その記念すべきこのコンクールに、ぜひ皆様のご応募お待ちしております。音源審査がいよいよ始まります。九州大会、東北大会、東京大会、神戸大会と2月の10日から3月22日までが応募期間です。ぜひ皆様のご応募お待ちしております。